はい、どうもこんにちは、ちるこです。今日はエネルが来てますのでエキスパートで行ってみたいと思います。あのですね、マスターですらちょっと私に本当厳しいんですよ。まずね、キャラクターが弱いっていうのをまた痛感しております。まずね、ミンゴが手に入れたてでもう激弱なんですよ。それがちょっと大きいですね。やっぱりちょっと何度も言ってるんですけど、やはり体力がないとやはり厳しいですね。なのでね、ちょっと体力をちょっと重視してきました。で、こうかな。どうせ攻撃受けちゃうからこうしますか。はい、で次が雷ですかね。次が雷。こうかな。さあ、来ましたよ。頑張ります。はい、エキスパートはね、3000ぐらいですかね。まだ体力は大丈夫だけど、やっぱ火力が弱いですね。あ、いけない。もう、ミストか。もうどうして。
まあなんでこんな下手なんですか、私は。まだ大丈夫。ああ、大丈夫？おお。あ、無に返す。もう行くしかないですね。これでソープを使いましょう。で、ロウを使ってお肉をたくさんお願いします。お肉じゃない、わざわざ。あ、よし、これはちょっと運がいいですよね。これすごいすごい。リンゴが多分一番弱いはずなんですよね。え、違う？この中で、うん、そうですよね。ゾロの方はきっと強い。うん、これでいきます。お肉は取らない。やった。え、落ちた。え、でも絶対手に入らないと思ったのに。皆さんやりましたよ。うわ、嬉しい。おい、俺の仲間になれ。はあ、いやはははうわ、これは嬉しい。皆さんやりました。めちゃめちゃ嬉しいです。ちょっとドキドキしてる、心臓が弱い。エキスパートですよ、これ。うわー、やりました。うわー、嬉しい。はい、いやー、びっくりしましたね、今。はい、ではね、今日はこれで終わりたいと思います。エネルのエキスパートですね、行ってみました。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。